どうも、ドラジローことドラと申します。レベッカとゴリラのズボン、バイオハザードゼロ、ドラの初見実況、パート3です。ちょ、画面がね、四角やったんで。どれっけ？これ？なってる。鼻がかゆい。あ、これあまりこの設定やったね、確か。もうパッパッパーとやりましょう。パッパッパーと言ってもパッパッパーとできないよ。また指示ができた。もう一回ダウンロードしなした方がいいかな。あまりこう。ずっと中出てくんですよね。はい。なんだよこれ。消えろ。結局音しないんだよね。なんか変なの出てくるけど。バイオハザードゼロ。ちょっとやってる音がちっちゃいからちょっとでかくしよう。でもこれが精一杯なんだよね。ちょっと待って、まさか。さっきマインクラフトちょっとしてたからね。収録してたから。声でかいかな。ブースト切ろう。あ、切っとる。じゃあやっていきますがね、あのね、ちょっとやってたんですけど、どけんだっけ。アイテムね。あれかやってたんですけど、10分ぐらい。と、預けられないものもありました。はい。いや、置けないとか、置けないものもありました。だから、もうね、10分以上そんなことしてるから、プレイタイムがね、とんでもなくなるんですよね。ここに置く。ちょっとレベッカから、何やってんの？多分こう攻撃していいのかな？なんで？これで、交換だろ？交換でここにして、どんぐらいとこかな？ 30 発？いや、どうしようかな。で、どこ行くんですか？今回は。やべえ。ちょっと時間が空いたからね、ちょっとどこに行くか忘れた。確かね、さっき置いたなんかカバンみたいの中にここのカードキーが入ってるから、どこやったかな。なんで。マップはこれだよ。ちょっとバイオ1のね、癖が今更抜けない。ここは？ああ、ここはここか。違う。ここじゃない。なんで、また来やがった。アマレコ TV からの指示。結局、音なしになるんですよね。あ、思い出したぞ。思い出した。こっちじゃねえよ、大体。そもそも前回は早く終わりたかったから、ここに来たんだ。うん。せめてセーブポイントもう一箇所ぐらいあったらよかったのにね。場所によっては殺す。お前ダッグ、ビリー何やってんの。お前ビリーお前何やってんの。これでいいんだ。おビリー、攻撃してくれよ。おビリー何やってんの。
危ねえ男やね、こいつは。装備してねえのかよ。まったくもう。応用聞かせてくれよ、ビリー。なんかね、ここでなんか鳴ったんですよね、確か。あー、はいはいはい。どうするんだ、ここで。結局は分からないっていうね。殴るとかね、そういうことしてくれたらいいけどね。なんかビリー殴れそうだけど。もう殺した方がいいかな、この辺。ほら、あー無駄打ちした。ヘッドショット来い、ヘッドショット来い。音が聞こえないっていうことは組み合わせだな。あ、死んだか。殺してよかったのかな。いや、殺す、安全のため殺してよかったんだろうけど、弾は大丈夫かな。あー、いかん。あ、そうそう、こっちこっちこっち。お、お、なんだ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 これは。空き瓶なんですかね。あ、そう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 。お、なんか光っとるわ。なんただの布か。この青い布がなんかピカピカ光ってるからね、ちょっとは惑わされたウェイ、ジャストウェイみたいな。あ、でも最近ジャストウェイ見れないね。ジャストウェイ、あー、ここは思い出したぞ。おい、なんか戦った記憶ある。ここどうすんの。ん？え？あ、わかったわかった。ここにこのゴリラをセットしとくんだな。うん。で、レベッカでこれを調べる。で、同時に交代だ。交代。で、A ボタンで連打。取れた。フックショットを取扱説明書。このフックショットは特殊編成車両整備時など屋根の点検が困難である場合のみ使用が許可されています。使用後は必ず元の場所に戻すようにしてください。1、使用場所について。ん、まあ、確かに80キロ以上が今ダメって書いてあったから一瞬見えたんで、レベッカで行くのかな。あ、ビリー？何やってんだお前。じゃあさっきのはしごのとこに、ちょっと待て。これを、こうだ。あ、多分殺してよかったのかな、ゾンビ。
ゴリ押しも良くないよね。どうなんだろうね。あ、よし。音は取れてる。なんかあまりこう、ほんと最近不具合が多いね。ちょっと待ってね。You stay here. え？ Okay. Let's go. あ、スタートボタンでも操作できるんだ。ちょっと待って。あ、わかったぞ。あのね、なんだっけ。ちょっと待って。ここでしたら、ちょっとビリーが、ちょっとビリーが多分ね、ダメージ受けると思うから、ビリーをね、いや、ビリーじゃない、ゴリラか、ゴリラを、この辺に、気持ち悪いけど多分何にもないと思うんですよ。ここで、イエーイ。ああ、このロープね、やっぱドンキーコング3を思い出さらす、あ？思い出させられる。ずっとまっすぐでいいんですかね。いけね、ここ？この穴？ここかよ。ゾンビー。殺すしかねえんだろ？こんな狭いとこだから。なんだよこれは。ナイフ？とりあえず取ったけど。何もないわけがないよね。そこに何か光ってる。何これ？ああ、はい、これね。よっしゃ、列車もとうとう終わりが見えてきたぞ。ああ、ビリー。ビリー、ゴリラ危ない。ゴリラ危ない。そこ危ないってゴリラ。ゴリラ、ごめん。危ない。ゴリラ。ゴリラ危なかった。危ねえ。あ、ここね。はい。ゴリラ危ね。あ、これ走ってたらダメージ受けない？潰して。でもゴリラかわいそうやったね、今の。ちょっと持てねえからこれを。でも多分これ使わないと思うから、でも一応持っていこう。こんなもんかな。こう何もないよね。おっとっとっと、違うな。レベッカは俺が操作した方がいい。だってさ、ゾンビに噛まれたらやばいもん、レベッカは。行くぞ、ゴリラ。撃つなよ！そんな雑魚に使うんじゃない。あれ、こんな階段だっけ？いない。しゃあ。
この今こいつも多分生き返るよね多分。どうしようかな。しかも道忘れたし。セーブポイントに向かうから、ここ、これでいっか。で、ここに、フックショットを置いて、一回一回こうしないといけないのかな。これも置いてだね。これ B ボタン押してリロードしてくんねえかな。多分この空き瓶をさ、空き瓶をタンクを拾えよ。よし、ユッフー。で、あ、次ないだけ。あ、カバンね、カバン。カバン、よいしょ、カバンを拾えよ。よっしゃ、カバンに組み合わせ調べる。うん、そしてね、確かにゴリラを使うから、ちゃちゃちゃ、交換で少し預けとやっとって、確かにね、これ以上確かね、確かこの次がもう館みたいなところだから、あちゃ、持っていきます。ちょっとゴリラ、あ、これ右スティックで操作できます。はい。一回セーブしとこうかな。セーブしよっか。いや待てよ、とりあえず拾っとこう。まだ早いって。これじゃない？何やってんの？何でも調べんでええわ。交換で、とりあえずゴリラにこれ預けといて。で、念のためにセーブすると。もう俺は学習してますからね、ずらしてセーブは。またバカ王子みたいなね。以前はね、パート5で失敗してるから、持ってるだろうが。はい。はいはいはい、なんでわかるの？いらないってね。え？ハンクじゃないお前。ウェスカー。バーキンさん。
And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch? なんかね、ウェスガムかっこいいよね、この。わ、あ、かっこいいじゃん、若いね。もうバイオ5でもおっさんですよ。シワヨボヨボ、いやヨボ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 じゃな、ヨボヨボじゃなかったけど、こっから急げーだっけ。はいはい、あ、一フックショットが当たる場所、はい、はいはいはい、レベッカのこれ、あ、ちょっと待って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 、で、ここに確か磁気カードがあったから取っとかないとね、せっかく後部まで行って磁気カードがねえってなったらね、一回あったんですよ、急ぐぜ。生き返るから多分に戻ってくるときに殺すのかな。あ、でもなんか火炎瓶があるからブワッてやるのかな、そこで。あー、ここも生き返ってるわ。ラッキー。うわ、ここも、お、いけるか。いけませんでした、タイ。なんだこの量は。あ、だから火炎瓶か、ここで。なるほどね。さすがスターズのメンバー、強え。間に合うのこれ。こっちだっけ？あ、こっちこっち。何もいないと。え、でもコード入力ってさ、俺コードわかんねえよ。磁気カードに何か書いてあることを祈るしかないけど、うっそ、
ってるだろうがい。あ、わかったわかった。あ、奇跡。奇跡が起きた。え、レベッカも？やばい。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。ちょっと待ってね。あのね、こういう場合はね、ちょっと待ってね、ちょっと一回止める。はい、再開します。わかりました。1、あとは8。奇跡は2回起こらなかったね。あ、脱線してんじゃん。いや、してないか、まだ。止まれー。止まった。横向いて止まった。ゴリラが倒れてる。眠たかったのかな。そんなはずねえよ。レベッカ。実際ね、今のパズルさ、結構時間かかったんですよ、考えるのに。9が1回で8が残り全部でね、なったっていう、ね、いるのかよー。待て、使ってみていいですかね。あ、噛まれた。レベッカ危ねえよ。あれ、なんかおかしいね。ここで死ぬか俺。撃っていいよ。火炎弾があんまり役立たないねえ。ナイフいらねえよ。ここまで覚えてます。そっち側がなんけ館だっけ。こっちは何もない。フックショット、猟銃、一応猟銃も持っていこう。ナイフはいいか、服ちょっとも。お、今なんかハンドガンらしき弾が見えたぞ。違う、ただのコードでした。待て、何か見えたぞ。服ちょっとかよ。
若干ぐざってるけどね。あれ、こんなとこやったっけ。ちゃちゃちゃ、マップはどれやったっけ。これがなかなか覚えない。うん、あ、臭いなら。これは？よいしょ、登りまーす。はい、イエスです。お、アンブレラ。アンブレラ。あ、スペンサー。違う。The first general manager, Dr. James Marcus. マーカス？ Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. What about the male?I'm unfamiliar with attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too.What? Ah! Revenge on Umbrella. Ah, Wesker たちとは別なんだ、別物か。てっきり仲間と思ってたんですけどね。Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? あ、操作。操作ですね。ここまで来れた。やったー。ということで、ここにセーブポイントがあります。いろいろ拾っとこう。で、いらないものをここにまず置きましょう。置く。置く。お前も持ってるだろ？いや、持ってねえな。いや、あ、置くだろ？いや、これもいらねえね。じゃあ、終わります。次回からが完全なる初見になります。はい。なんだったかな。この近くにトイレがあるんですよ。確かトイレが。トイレでなんかまた火炎弾拾って、なんか変なやつに殺されたんですね。うん。なんかバイオワンのなんけ、なんか最後に出てきたやつみたいな、同じやつか知んねえですけど、そいつに殺されました。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。